ようこそ三浦恋の部屋。今日も一人バージョンでお届けしたいと思います。今日はですね、12月2日月曜日、土日もたくさんラグビーの試合があって、大興奮でしたが、そうですね、皆さんが一番楽しみにしてた12月1日昨日総名戦が無事終わって、僕の、母校である慶応が所属している対抗戦も終わり、他のリーグ戦も終わり、関西のリーグも終わり、大学選手権の出場するチームが決まったという節目の時期でございますと、いうことで、皆さん総名戦楽しんでいただけたと思うんですけれども、また僕は僕でまさきと佐野とワイワイ楽しくガヤガヤ、お前らどう思ったんだよみたいなこと言って、何偉そうに総括しようと思ってたんですが、どうしてもですね、今日の月曜日に佐野とまさきのスケジュールも合わず、で3人がスケジュール合うのが明日の火曜日だということで、そうなるとまたまさきが編集とかになると、どんなに早くお届けできても木曜日かなと思ったので、急遽もうここは一人で撮ろうということにしました。コメントの中にも遅いですよという叱咤激励もいただいたのも、ちょっと後押ししたのもあるので、総名戦終わってまだ興奮冷めやらぬ、状況の中、どんどん日が経つにつれてみんな忘れていくと思うので、早めにお届けしようと思い、今日は一人でお届けしようと思います。ご存知、見ていただいたら分かると思うんですけど、まさきがああやってね、寝ずにこだわって編集して、音楽つけたり、いろいろ編集のギミックとか入れるとすごく面白いコンテンツになるんですけれども、僕一人とかだと、時にはそっけないと思うかもしれないんですが、ここは、スピード優先でお届けしようと思います。お付き合いいただければ幸いです。では2万とりあえず満員だった総名戦のレビューの前に、すいません、少しだけお付き合いください。総名戦の前日だった11月30日、母校である慶応の最終戦、帝京のお話を少しさせていただきたく思います。そしてコメントいただいた方、ありがとうございます。慶応が最終戦にしてやっと帝京に勝つことができ、大学選手権には行けないんですけれども、なんか意地を見せてくれたなっていう試合で、僕昨日実は仕事だったんですけれども、午前中この仕事試合を見て感動して、で最後マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた僕が大好きな河合選手のスピーチを泣きながら見て、でそこで試合に向かったっていう感じなんですけれども、本当に感動ありがとうございました。慶応は今年いろいろ節目で120周年だっていうことで、絶対優勝しろっていう OB とかのわけわかんないプレッシャーがあったり、金沢ヘッドコーチから栗原ヘッドコーチに変わったり、あと何よりも去年辻選手、古田選手、丹治選手っていう、もう本当に素晴らしい選手たちがいた慶応高校時代に、3年の時に花園を経験したメンバーが一気にいなくなって、戦力ダウンも心配されてた、本当に厳しい1年だったと思うんですけれども、本当に学生の皆様は本当最後までやりきってくれて、本当に一ファンとして本当に嬉しく思います。ありがとうございました。絶対来年につながると思うので、来年も引き続き慶応 B 期で応援していこうと思います。なんつうのかな、ワントライ差を最後逆転されることなく守りきった慶応の魂に心震える試合でした。ありがとうございます。一応そのライバルの一つである帝京も、今年いろいろ、去年10連覇逃してから多分いろいろ試行錯誤して、慶応とは違う形だとは思うんですけれども、いろいろ試行錯誤しながらやってる感じがして、で僕は解説聞いてびっくりしたんですけれども、なんとこの対抗戦入ってから帝京ってもう50人選手入れ替えてるって聞いたんですよね。つまり別の動画でお話ししましたが、今の早稲田と今の明治って
もうメンバーも固まってるんですよね。で、早稲田でいうと、まあ、中野選手とか相良選手とかが怪我で戻ってきたらっていうのはあると思うんですけれども、もう怪我人が出たら考えればいいけれども、ベストメンバーはこれだというのは明治と早稲田は決まっているのがそれは強いと思うんですが、帝京はやっぱり最後まで今固まってない、しかも尾崎選手と安田選手とかキーマンが怪我しているっていう状況なんですけれども、きっと、大学選手権、再来週には戻ってきてくれると思うので、慶応がいけない代わりに大学選手権で暴れてもらいたいなと思います。で、1回戦目がリーグ戦の3位の琉球大、強いですよね、毎年どんどん強くなってますけれども、そことの試合で、そこに勝てば次はもう天理と、宿命の天理と、で、そこの天理にもし勝てたとしても早稲田と、多分きっと早稲田と、で、そこに勝てたとしても決勝で明治に勝たないときっとそこも明治という1位になれないという厳しい状況なんですが、本当にライバルの慶応の分まで暴れてほしいなと思います。でもそれ以上に、大学選手権出場がもう逃したにもかかわらず最後まで諦めず慶応の魂を見せてくれた学生に本当にお礼を言いたいと思います。今年の対抗戦本当お疲れ様でした。で、その気持ちもあって、ブログの方で今年1年間の対抗戦の慶応の戦い方に対しての僕の思いをちょっと好き勝手書いて、本当に多分関係者見たら怒る人も出てくると思うんですけれども、そのブログも書いたんで、一応概要欄の方にリンク貼っておくんで、興味がある方は、そちらも読んでいただけたらなと思います。ということで前段はそれまでとして、ちょっと前段終わったんでちょっと回させていただいて、じゃんと総目線明治の36対7、果たして何人の方がここまで大差がつくと予想したのでしょうかと、いうことぐらい、結果蓋を開けてみたら明治の圧勝だったということになります。で、どう考えても明治の強さが際立った試合ですし、明治は好きねえなっていう感じの際立った試合でしたが、その総目線に関して、このチャンネルを登録してくれている皆様は、三浦浩井のざっくばらんな意見も一応少しは聞きたいかなと思っているんで、今日お話しさせてください。まず、本当に今の明治は本当にある意味完成形になってて、乱闘シーンもなく、怒ることもなく、スクラムとかも何かあってもプロップの選手とかが文句言いたくても必ず武井キャプテンがレフリーに聞きに行ったりだとかまあそういう細かいところも含めてもうめちゃめちゃ、完成されてるなという状況の中ですね、僕が早稲田がここまで差ついてしまった一番の理由っていうのは一つしかないと思ってて、それは同じ土俵で戦ってしまったということだと思います。過去コメントの中で三浦さん全然触れてないんですが、東海大も強いですよというコメントをいただいたり、天理強いですよというコメントもたくさんいただいております。確かに練習試合で、明治は天理にも東海大にも負けてるのかな、でもっと言うとですね、夏合宿では、慶応は結構明治にボロ勝ちしてるんですよ。なんですが、春の明治と夏合宿の明治とこの本ちゃんの明治がもう全然違いすぎるっていうことがまず一番あって、それに対して早稲田がどのくらい昔練習試合してた時の明治とは違うぞって思ってたのかなっていう感じがします。実際に自分たちと戦う前に早稲田と帝京あそこまで圧勝しましたよね。そのことに関してやべえ昔の夏と春の明治とは違うって早稲田がどこまで思ったのかなっていうことを僕は一番思いました。つまり
ある程度がっぷり四つで戦っても勝てんじゃねえかなと、ああいう試合運びだったような気がします。あのまた相撲の昔の例えで申し訳ないんですけど、やっぱり前の海が大きな選手と戦うためにはもう猫じゃらしでしたっけ、猫じゃらしわかんないですけど、あの絶対違うなすいません、あのなんか奇襲攻撃だったり、えそんなことしてくんのっていう、もういろいろ奇策をなんとかやってでかい敵に勝つっていうのがやっぱり、弱者の戦略だと思うんですよ。で、早慶戦結局勝てなかったんですけど、慶応ももう絶対早稲田のスクラム押されるから、だったらもうスクラムハーフがボール入れてスクラムハーフが出すのが一番だな、そんな誰が見ても分かるんですけど、ただそんなことは言ってらんないと。だから早慶戦の時は必ずスクラムでもうナンバー8がボール来た時点でスクラムハーフを待ってると押されちゃうから、もうすぐボール拾ってスクラムハーフに渡してボールを出すと、まあ、そうなると若干精度は下がるんですけれども、ただ取られたりペナルティ取られるよりはボールを出した方がいいみたいな、そういう選択とかもしてました。プラス全然レベルは違うんですけど、日本代表のあの奇跡のアイルランドの勝利とかも、もうあんなに最初からずっと回してくる日本代表をアイルランドは想像してないんです。あれなんかこいつらいつもと違えぞ、なんか事前に調査してたのと違えぞ、あれよって言って負けてると。だからやっぱりもうラグビーはサッカー以上に番狂わせが少ないスポーツって言われてますけれども、大体番狂わせが起きるっていうのは必ずチャレンジャーがめちゃめちゃ奇襲だったり仕掛けだったり裏技だったりっていうのをうまく駆使してるっていうチーム、試合が大半なんですけれども、早稲田は結局明治の土俵の中で戦っちゃってたなっていうのが、僕は一番のこの3になってしまった要因なんじゃないかなと思います。だからやっぱりNHK の放送の解説者では田村選手と山中選手があれフリーキックだったかな、フリーキックで岸岡選手がタッチキック狙おうとした時に、まあ、フリーキックってペナルティーキックと違ってタッチ出しても相手のラインアウトになるから、まあ、そんなめちゃめちゃいいわけではないんですけれども、ただ少しの前出たいっていう選択でフリーキックでタッチキック蹴る時もあるんですけれども、もうその時に田村選手と山中選手、日本代表クラスの2人は、おい、もう左空いてるから回せよみたいな、回せって言いながら、山中選手は自分の母校であるところに関してやっぱり攻撃の選択オプションが少ないですねみたいな発言をされてました。で、僕はその選択オプションとかっていうのはもうマジでプレイヤーとかの方が詳しいと思うんですけど、若干そのにわか的なことで言うと、圧倒的に実力差のある明治にがっぷり四つで同じようなところで戦ってしまったのがこうなってしまったなという感じでございます。で、今その早稲田に次いで、天理と、早稲田に次いでじゃないですけど、早稲田と同じくらいかそれ以上に明治を倒せるといえば、リーグ戦1位の東海大か、関西1位の天理大かって言われてるんですけれども、この2校ですらもう僕は今の明治には同じ土俵で戦ってたらやられると思います。だからその事前に明治対策としてめちゃめちゃ研究をして対策を練らないと、もうどう考えたってもう今もう片倉選手のラインアウトのディフェンスがもう本当に異常なので、だったらそれはすみません、また細かい話なんですけど、ラインアウトって後ろの方で取れば取るほど次の攻撃がいいんですよ。だけど後ろの方で取るっていうのはスローはもう長いところいいとこ投げなきゃいけないし、その間にたくさんの敵を越えなきゃいけないと、そういうリスクがあるんだけれども、それでも後ろの方で取った方が次の攻撃になるっていうのは、そんなもんラガーマンみんな分かってるんですけども、でも片倉選手がいるんだから、そんなリスキーなチャレンジよりもラインアウトは取ることが重要だっていう風に割り切って、もっともっと前の方で取る、まあ確かに後ろに取った方がいいんだけれども、前で後ろで狙って取れないよりもいまいち攻撃のオプションは少なくなるけれども、前の方でも取ることが重要だみたいな、
つまり明治対策をちゃんとしないと今の明治には勝てないかなっていう感じがします。なんか早稲田は昨日の試合僕は見て、自分たちのプレーを貫こうっていうのが強すぎて、で結局明治だって絶対研究してますから、斉藤直人選手と岸岡選手にプレッシャー半端なくいくわけです。でそうなった時にこの彼らをおとりにして、他にも優秀な選手たくさんいるんだから、そこをあえて使うとか、そういう相手の裏をかくことをしない限り、今学生ラグビー部の中で明治に勝てるチームはいないと、そのくらい明治は強いと思っておりますということで、まあたくさんの方がもう一回大学選手権決勝で総合戦やってもらいたいっていう方が多いと思うんですけれども、もし仮にそれが実現したとしても、同じように戦っててもこの1ヶ月間で埋められる差じゃないなっていうのが僕の雑感でした。で、じゃあそんな明治に好きってあるのって話だと思うんですけれども、すみません、この動画撮る前に一応考えてみたんですけど、ほぼなくて、だけど唯一一つだけ無理やり明治の弱点っていうか言っていいっすかですね、ゴール前でトライを明治がそう取ろうとかいう時にすごい崩してるんで、どう考えてもこれバックス出した方が簡単にトライ取れるよねっていうところも、やっぱそこは明治の前プライドなのか、明治のホワイトのプライドなのか、ガン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 行くんですよね。でそれ見てて気持ちいいですけど、ただいやこれちょっとバックス人数余ってるし、これ外空いてるから行った方がいいんじゃないのっていうところも、明治はもう自分たちを主張してもう絶対取ると、で橋本選手とかバーン選手が必ずそこを突破するっていうのがあれなんですが、これから例えばそこを対策してくる、来てくる早稲田とか、あと天理とか東海とかで変に固執して、フォワードフォワードでトライに取ろうっていうのを固執して、もし取れなかったりした場合に明治の隙が生まれるんじゃないかなっていうことぐらいしか思いつかないっていうぐらいちょっと今明治は強いんですけれども、ただそこの場に持っていかなくても、いかに奇襲作戦とか、もう明治が想像してないプレーとか、そりゃこういうプレーがベストだけれども、ここは若干そのベストなところをマイナスにしてでも明治に勝つために意表をつこうみたいなことをやらない限り、ちょっと今の明治の牙城は崩せないかなっていうのが聡明性を見て思ったところでございます。本当に楽しく見させてもらいましたが、明治の強さと早稲田のもっともっとただ単にペナルティーキックもらったかってタッチキック剣じゃなくて、なんかいろんなオプションが見たかったなというのが、本音でございました。やっぱりもうどう考えても誰が見ても報道もあとにわかファンですら、もう早稲田といえばもう斉藤選手と岸岡選手ってみんな言ってんだから、逆にもう川瀬選手がボール持ったら何回か前出てるじゃないですか。だからそういう川瀬選手を使ったりだとか、丸尾選手とかも、まあ、ちょっとこの前ちょっと体調が悪かったっていうのも聞いてるんで書いてあったんですけれども、そういうおとりとかでいかに明治の意表をつくかというところが次戦う時の勝負のポイントかなと思いました。ということで、お付き合いいただきありがとうございました。ちなみに田村選手と山岡選手の解説は、まあなんていうんですか、日本代表だからということなんですけれども、 J スポーツの方で去年の明治の優勝したキャプテン の、 今トヨタで活躍しているスクラムハーフの福田選手の、解説も結構すごいためになりましたし、藤島選手は藤島大さんは相変わらずもう素敵な解説してるんで、NHK で見たからもういいよじゃなくて、もし J スポーツに加入されてる方はもう一回その違う解説で見るのも結構楽しいかなと思うのでお勧めしておきますということで、対抗戦は
終わりました。対抗戦が終わったということはリーグ戦も終わりました。あと関西の終わりました。大学選手権出場校が全部決まった中、次は一発勝負の大学選手権なんで、引き続き皆様と楽しんでいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。今日も一人バージョンですが、お届けさせていただきました。皆さんご一緒にということで、レッツラグビー。